花屋龍馬さん、こんにちは。さすがですね。私がね、前回なんでね、あのエピソードをしたかっていうと、ちゃんとね、花屋龍馬さんから引き出したいキーワードがあったんですよ。それはまさにね、年を取ると涙腺が緩くなる、なんでなのかなっていうこと。これ感受性って言葉でね、表現できると思いますけども、年を取るとね、なんでね、涙腺が弱くなるのかっていうと、まあ年齢に応じてこの辺の本当にね、筋肉が衰えて涙が出やすくなるっていうところもわずかにあると思いますけども、それ以前にね、これマインドなんですよ。まさになんで涙が出るのかってマインドなんですよ。その長い人生の中で、経験の中でどういうことが起きたのかってことをね、その自分の人生の引き出しから取り出すことができるようになってくる。要するに思い出が増えるんですよね。まあ、ですので若い頃には懐かしいっていう感情がないんですよね。10歳の頃になかなか懐かしいとは思わないんですけども、30になった時、40になった時って、ああそういえば10代の頃懐かしいな、あっという間だったなっていうふうに感じるんですよね。そして青春の頃ね、中学高校生の頃に異性にときめいた感情っていうのがだんだん失われてきたことに、こうちょっとね、ほろりとくることもあったりとか、ああ二十歳の頃ってああいうふうな悩み持ったよねって、俺も一緒だったなってことで、ちょっとね、胸を突き上げられたりするんですよね。で、前回の話なんですけども、自衛隊の方とそのね、ご老人の方、そのご老人の方は退役の退位ぐらいだったんですかね、退位ぐらいだったと思いますけども、もう ご高齢でね、退役した時にまあその退位っていう、ちょっと昇進をいただいて退役するわけですけども、でも心の中ではまだね、二十歳前後で戦場に立った時の、その思いがあるんですよね。で、その思いがあって前線に立ってね、隣で戦友が戦死する、爆弾の音が常に聞こえている、防空壕では怯えた市民が肩寄せ合って、隣の人が誰かも分からない状況でも助け合っている、そういうところを見て、俺が守らないとどうするんだって気持ちになったと思うんですよね。若い女性、女の子、老人、こういうのを守って、俺みたいな男が前線に立たなくって、一体誰がね、この国を守ってくれるんだ、一日でも日本という国がこのまま守れるんだったら、その一日のために俺の命を捧げようじゃないかみたいな気持ちでやってると思うんですよ。じゃあそれがね、結局戦争が終わって平和な時代になった、平和な時代なのに人は貧しい、人は死んでいる、そんな現状も見ながら、ああ日本っていうのは本当に自由になったんだろうか、戦争で負けてしまったから、こんな不利な状況になったんじゃないかと反省する部分と、戦争が終わってよかったなと、平和な時代に君たちは生きてるなというところとあって、でも未だにですね、自衛隊で働いてくれている若い者がいると。そしてその自衛隊の状況っていうのはあんまり良くない、そんなに給料が高いかっていうと、危険度に応じてはそんなに高くない、で毎日のトレーニングがきつい、で批判も多い、国民は分かってくれない、ピンチの時だけ自衛隊自衛隊って言うけども、実際平和の世の中で自衛隊っていうのは予算を食い潰すだけのね、無駄な存在であり、そしてちょっとね、海外に出張しようもんならね、戦争反対みたいなね、そんな、デモも始まる。本当にやっていけないと思いますよ。戦争を一番やりたくないのは、自衛隊員そのものですからね。家族と別れて、子供と別れて、帰れないかもしれない旅に行くわけですよ。で、そういうのが分かるから、そのご老人はね、いまだにこんな世の中にしてしまった、あの時自分がね、平和な日本を取り戻すために戦ったのにそれができなかった、いまだに日本は近隣の諸国と、何かね、緊張状態を持たなければならないということもあるということで、その方は自分なりにすごく責任を背負ってね、そうやって年老いた体が動かないことにすごく忸怩たるものを持ってたんだろうなと私は思ったんですよ。そんなことね、その人も言ってないし、自衛隊も言ってないんですよ。そのやり取りを見て私はそういうふうに感じたんですよ。まさにこれがマインドなんですよ。そう、そろそろね、ちょっと種明かししましょうか。マインドにはね、前提が必要なんですよ。私がなんでね、胸が熱くなったのか、その二人のやり取りを見てここまでの話ができるのかっていうと、これはほとんどが想像ですからね。私が今ずっと話したのは想像なんですよ。でもその方と自衛隊員の方のやり取りを見るときに、ピーンとその二人の脳裏によぎったものが私はね、想像できたんですよ。だからこのマインドなんですよね。前提としてこういうふうな予備知識が私にあったから、戦争、平和、教育、こういったものがいっぱいあって、時代の移り変わり、昭和の40年代に生まれて、そして今令和というね、私も3世代にわたって世の中を見てきたものとして、
昭和には戦争があったなと、高度経済成長があって、そして戦災孤児ってものがあって、だんだんとそういったね、原爆でいうと2世3世がなくなって、私はね小学生の頃、やっぱりこう結構年いかれた方でね、原爆に焼かれた背中をランドセルじゃないランニング越しに歩いてる人を見ましたよ。あ、すごい火傷だなと思った。これどうしたのってやっぱり聞くじゃないですか。原爆にやられた時の傷だっていうわけですよね。それをね、晒しながら生きてるわけですよ。かっこいいなとその時思いました。なんかわかんないけどかっこいいなと。その意味はわかんなかったです、原爆とかケロイドってことの意味がね。でもなんかね、ヤクザのリレズムみたいに私に思ったんですよね。なんか幼い頃の感想なんでちょっとご容赦いただきたいんですけども、そういったことがたくさんたくさんあって、その前提条件があるから、一つのシチュエーション、その瞬間を見た時にぐっとね、胸が押さえつけられて、ちょっと目頭が熱くなったわけなんですよ。これがマインドなんですよ、ね。まあ他にもマインドをいろんな切り口でお話できるんですけども、千日解放業もそうですよね。あの修行っていうのはどのぐらい厳しいかっていうと、例えばね、すごく規模は小さいんですけども、野球部の練習、しごき、体罰、こういったものをくぐり抜けてきてで、ストリートファイトをねやってきた私としては、あの千日解放業の足元にも及ばねえなと。自分の くぐってきた修羅場っていうのはもう本当にお遊戯だったなと思うわけですよ。だから千日解放業、1300年の中で、1300年の歴史の中でね、たった2人しか成功してないと。そして挑戦した人のほとんどは死んでるんですよ。自害をしてるか、獣に襲われるか、餓死するか、凍死してるかなんですよ。いや、これを思うとね、あのマインドです、まさに。こういうふうな前提がある。自分の人生の前提もあるし、いろんな記録、苦行、こういったものの前提がある中で、千日解放業の生き残った2人の方が言うっていうことがね、もうどれだけすごいかなと。多分その成功者の人が私の目の前に現れた時に、私の感受性は開きまくってね、まさにマインドセットですよ。もうひれ伏すんじゃないかなと思いますよね。もうなんか口から何か言ったら悪いみたいな感じがして、多分唖然としてこのね、おしゃべりの私が絶句すると思うんですよ。この人かみたいな感じで、で何を答えてもまた外れになりそうな感じがして、もういわゆるオーラを感じるっていう状態になるんでしょうね、きっと ね。ということでね、前回マインドについてっていうことを話を、してくださいましたけども、まさにマインドっていうのは、それをどんな前提を持っているかによって全く変わってくるんですよね。で今私は少なくともね、短い期間で大きな大金を稼いで、本当に危ないところから復活してきて、今安定した暮らしを送っている身としては、本当にね、10万とか100万を自分の力で稼ぐってことがどのぐらいね、尊いものかとかね、どのぐらい自分のそれこそね、命や意識を削ってきたのかってことは本当に痛いほどわかるんで、花屋龍馬さんがね、この1年間やってきたことが、私はね、これは本当にすごいことだなと思うんですよ。これをじゃあ花屋龍馬さん1年前に戻ってもう一回やろうよって言ったら、やっぱりねやっぱりなかなか過去に戻りたいってなかなか思えないと思うんですよ。でも通常、こう言ったら言い過ぎかもしれませんけども、苦労してない人ってね、過去に戻りたいと思うんですよね。でもいや、私はね、何年前に戻るのも嫌だなと思うんですよ今と比べて苦しい日ばっかりなんで、今思えばね、当時は苦しいなんて思わなかったんですけども、いや今ね、30代に戻るとしたら嫌だなと思いますよね。もうニッチもサッチもいかない日々の繰り返しですからね、絶対嫌だなと思いますね。20代も同じですよどこをとっても今よりいい日がないんですよ。ただ唯一若さがあるってことだけは尊いなと思いますけども、いやそれにしてもね、今の家庭を持つ暮らしをこのまま続けていった方がいいなと思うんで、過去に戻りたいなんて全然思わないですね。むしろ未来の方がもっとワクワクしますね、そういうことでございます、で、花山さんからの問いかけがあったんですけども、あれはね、はい、すみません、バッテリーまた切れちゃいましたね。で、花屋龍馬さんの問いかけとしては、感受性の育て方があるのかとか、マインドの鍛え方があるのかってことですけども、これはあるんですよ。マインドの鍛え方、感受性の育み方ってのはあります。これはですね、どうしようかな。これ話すと、ズーム対談ちょっと、まあいいでしょう。話しておきましょう。それはね、人の悲しみに寄り添うことなんですよ。もっと分かりやすく言うと、人から相談されること、お願いします、あれください、これください、なんかいい情報ないですか、助けてください、こういう声を毎日聞いてるとマインドは鍛えられて感受性は高くなります。逆にですね、自分が誰かに対して助けてください、お願いします、これ手伝ってください、くださいって言うと感受性は失われていきます。ここが大きいですね。
だからハンネルモさんはね、今ね、この1年を通じてたくさんの苦しみとか続かないっていう現実とか、なんかやれることをやっていこうよって話しかけても逆のことを言われてへこんだりとかね、あると思うんですよ。それが全て花江沼さんの感受性を育み、マインドを育っています。だから今ね、どんな暴言を吐かれていても、あ、分かるな、その気持ちになるの、俺に怒りを向けた、それはね、多分こういうことなんだろうなっていうふうに、その方の気持ちに寄り添うことができてるんじゃないかなと思うんですよ。人の悩みを聞けば聞くほど、人の阿鼻叫喚に触れれば触れるほど、自分の心はもっともっと真摯にね、それから強く優しくなっていくと私は思いますね。これはね、私自身もやっぱりね、今まで、多くのお金に困った人、行き詰まった人、家族を抱えながら金の問題で別れなければならない、子供にも会えない、奥さんにも借金を負わしてしまった、いろんな問題があります。そういうのが手遅れになってから大体私のところに来るんですよね。だからそういう現実に寄り添うときに、どこでボタンをかけ間違ったのかなとか、どこに原因があったのかなってことを今分かってもしょうがないみたいなことばかりなんですよ。それこそ数ヶ月前に出会っていればっていうレベルじゃなくて、十数年前に出会っていれば人生は変えれたのになというところまでダメージが深いんですよね。そして手遅れになってから私のところに来る例が多いです。でも私のところに来た以上は手遅れにはさせないぞという気持ちがね、私はメラメラと燃え上がってきます。マインドセットなんですよ、これが、ね。よくね、マインドブロックっていうじゃないですか。マインドブロック、マインドセット、マスターマインドの、この3段階の話はまた別の機会にしようと思いますけども、まあ今回はね、花谷沼さんからの問い合わせにはこれで答えられたかなと思いますんで、この辺にしておきましょうかね。はい、ズーム対談ね、楽しみにしてます。今年中にやりましょう。日程の設定はもうちょっと待ってくださいね。いつにしようかなと思っているところでございます。それではいってらっしゃい。